さてまだ気が早いですが、2024年3月に北陸新幹線は敦賀まで開業します。東京から福井まで乗り換えなしで行けるようになります。ご予約はぜひ JR 東日本ビューダイナミックレールパックをお使いください。まあそれで行くと多分安くなると思います。値段はまだ未発表ですけれども、楽しみにしておきましょう。NHK の人気番組のブラタモリが2024年の3月末ですねをもって基本的に定期的な放送は終了してしまうということを聞きましたので、多分ねスーツ旅行チャンネルをご覧になっている方でブラタモリ見てる方多いと思うんですね。でだからまあその話をここでさせていただくのも有意義だと思いまして、ブラタモリの話をさせていきます。まず本当にタモリさんはね大変だっただろうなと思うんですよね。もちろんその興味はあったんで意欲は持ってなさってたんじゃないかと思うんですけど、もう80歳ぐらいになるわけですよね。でそういう年齢の人が、あのロケみたいなね、こう遠方に頻繁に行ってね撮影するっての大変だと思うんですよね。あのテレビのロケって僕もねまあいろいろ参加させていただいたこともあって非常に社会勉強になってよかったと思うんですけど、あれ大変ですよ。なんかやっぱ朝の集合もすごい大変ですし、早々と集合して、車に乗ってねまあまあこう移動したり、まあ、待ち時間とかもなんだかんだあって、休憩時間とかもあると思うんですけど、まあ車の中で休憩したりするわけじゃないですか多分。でそうするとまあねロケ用のあの車トヨタのハイエースみたいなのとかで多分みんなで移動してると思うんですけど、まあ休憩するったってね、なかなかあの限度があるわけですし、それは80歳の年齢の人にこうあちこちこう連れ回して動くっていうのはすごく大変なことだと思うんですよね。でまあという中で、おそらくタモリさんも大変なのでそろそろ辞めるということなんじゃないかなと、なんかこう発表のね、ブラタモリがなくなりますみたいなそのネット上の発表もあったんですけど、まあ実は最初と比べると少しずつ行動範囲をこう狭くして、やってましたみたいなことが書いてあったんですが、でもその体力的な面なんだろうと思います。だからあのまあタモリさん自身のあのご健康になんか非常に大きな問題があるとかそういうことまではちょっとあの推測しないっていうかそういうふうには思われないですけど、あの単純に80歳の人にやってもらうにしては大変すぎるお仕事なんじゃない。あのデヴィ夫人とかねすごい人、他にもあの最近ね僕の妻がテレビをこうつけてるんで、うん、僕も見るんですけどよくあんなことできるなとか思ってね、もう本当感銘に浸ってるところなんですが、あまあだからブラタモリがもうネタ切れになっちゃってこれ以上続けられないとか、なんか視聴率が落ちてきたからもう番組を廃止するとかそういうことではないと思いますけどね。でまあ僕もあのもう高校生ぐらいからね、しばらくずっとテレビとか見てなかったのでブラタモリも見てなかったんですが、まあ、僕はあの最もよく見る番組の一つでありまして、僕が小学校6年生かな、でも2009年に始まったと思うんですよね。だから6年生の時にね小学校卒業するぐらいの頃にブラタモリが始まった記憶があるんですよ。で見て面白いなと思ってね、あれどういう番組かって言ったら、まあ少なくともここ最近はあの今のね東京の街とかをあのまあいろんなところの街を見て、この街はなんでこういう風な街になってんのかみたいな、そのまあ街のなんか発展の経緯とかね、その街のあのまあ昔の姿から今に至るまでを知ることでその都市をより深く理解できるみたいな、のがあると思うんですけども、果たしてきた役割とかね、例えばなんかここのところには昔こう川が流れていて、その川のところに、土地が削られてあの、まあ、割と平らなところができてましたので、そこに山手線を通すことになりまして、山手線の駅ができてその周りにね、こう東急線とかこうできるようになったのでこう、ね、バンバンあのその後戦後になってビルが建って今はいあの渋谷駅になりました、もともとこの渋谷の谷を作ったあの川は地下に埋められましてみたいな、なんかそんな感じじゃないですか大体。多分そういうのをこう全国でやってると思うんですよね。で、まあ、そういう風なのが、あ、受けるんだっていうのもね、僕のすごく大きな助けになりましたね。まあ、そういう番組を作って、夜10時とか、まあまあ、あのみんなが見てるような時間に流してますよね。で、まあ、それが何年も続いているということは、まあ、それが需要があることの表れじゃないですか。僕は面白いと思いますけど、まあ、そういうのって、世の中によくマニアックの一言で片付けられてしまって、まあ、一般の人は興味持たない。まあ、その通りなんですよ。ね、一般の人がなんかその、あの学校のね、習った、あの、勉強とか内容なんか覚えてないし、学校の勉強も別に面白くないし、あのなんか地形とかね、この地質はどういう地質でとか、あのこれが河岸段丘でみたいなよくそういう話してますけども、そんな普通の人は興味を持たないみたいなのが僕の認識なんですよね。だからそういう内容をこう人前に出していってもあのお金にはならないっていう風なのはあるんですけど、まあ、NHK はお金目的でやってるわけではない組織だとはいえ視聴率は気にしてやってるはずですから、それが何年も続けられてるってことは、ああ意外にこういう内容もみんなから受けるんだな、なら
ブラタモリという大きなものが成功してるんだから、それよりはるかに小さなスーツ旅行チャンネルが成功しないはずはないわと思って、まあブラタモリと同じような感じの動画出してるんですけど、ブラタモリパクってるわけではないんですよ、別に。なんですけど、ブラタモリと似たようなものを、方向性に言ってることは間違いないと思うんで、その似たような感じの動画をね、出すと、出しても、まあ、お金にはなるだろうなと思いながら、自信を持って、日頃の動画に、ね、作らせていただいてます。この間もね、徳川家康の動画とか作ってね、もう早くも100万再生とかね、行かせていただいて、どうもありがとうございます。徳川家康の動画とかも、なんか、これ言われたんですよ。こんなん出して、こんな誰が見んのみたいなことね、知り合いとかから言われたんですけど、まあね、でも興味ある人もこういうのがね、興味ある人もいるんだよ、みたいな言ったんですよ。意外にやっぱり伸びてね。それはまさに、別に、ブラタモリで徳川家康の特集してたかどうかわかんないですけど、まあ、ブラタモリがうまくいってんならその方向でいけば大丈夫だ、みたいな、参考、指標にさせていただいています。でね、もうほんと、昔見てた時懐かしいですよね。こんなのありましたね。なんか、ブラブラブラチャッチャッチャラチャラチャッチャッチャッじゃあみたいな、なんかこんな音楽がなんかね冒頭でかかって終わるときは何でしたっけ、みたいな音楽が流れてそれで終わりましたよね。結構その初期の頃からね見てたんで面白かったんですけども、ね今は当時それを面白いと自分が思ってた理由については全然わかんない、面白いなと思って見てたんですけど、今思うとね、僕、学校の勉強が結構好きだったんですけど、その学校の勉強の、まあ、延長線なんですよね。なんか、ブラタモリとか見てると。言ってる内容はね、まあ、義務教育の上、ちょっと言ってるところはあるかもしれないですけど、あちこちに行って、ここはどういう場所なのかなとかね、その土地に興味を持ってる人だったら、まあ、はっきり言って、その誰でも割と興味を持つような内容だし、まあ、学校の知識があれば、ある程度、その、タモリさん、うわ、すごい、タモリさん詳しいなっていう風な目線で見てる人もいると思うんですけど、それだけじゃなくて、これってそうだよね、そうそう、これがね、こう砂が堆積してってこうなるんだよね、そうそう、そうなんだよね、みたいな、うわ、タモリさん詳しいっていうだけじゃなくて、そうそう、ここのところって、あそこはやっぱり、もともと川流れてたのか、みたいにこう思っていく、割とこう、ついてってる系の視聴者も多いと思うんですよ。で、まあ、そういうね、学校のまあ勉強みたいなレベルのその基礎教養の、活用、学校で教わるような知識を実際に、楽しみとして、変換することができる、場所だったから面白いのかなと思いましたね。もうあんまりね、中学校の時、これ自分語りしばらくやらせていただきますけど、中学校の時にね、まあ、すごい思ったのが、周りの人みんな学校の勉強嫌いなんだなと見てて、ね、思いました。で、なんかもう授業を受けるのも、もうどの教科も授業を受けるのは嫌だし、テストの勉強するのも嫌だし、先生の授業はつまらない、話は全部つまらないし、なんですか、なんかあとはその授業で教わったことについてね、例えばなんか社会の授業で、なぜ、徳川家康は、なんですか、じゃあキリスト教を禁止したのか、なんか理由を書きなさいみたいな聞かれると、そんな理由を書けなんて分かるわけないだろうみたいな、こんな何めちゃくちゃな問題言ってんだみたいなのを、こうなんかみんながこうぶち切れる方、僕はどっちかっていうと、徳川家康が禁止したのは、まあ授業を聞いて、お、面白いなと思ってますから、一発でそういうのはね、聞けば思いますんで、家康が禁止したのは、そうすると、キリスト教のね、学問、倫理体系がいいと、神のもとに人間平等であるっていうのだと、徳川幕府の身分制度が崩れてしまうから、まあそうすると、ダメ、ね、キリスト教が禁止するってことになるんですよね、みたいなのとかを書いてたりとかしてて、ね、みんななんかそんなにやっぱ勉強嫌いなんだなと思って、周りの人僕も見てたんですけど、だから僕、そういうこと言わなかったんですけどね、僕は学校の勉強が、結構面白くて、先生の話聞くのも面白くて、まあ嫌な先生とかいっぱいいましたけど、教科書に書いてあるのを読んだりね、なんか資料集を読んでみたりとか、まあノート取ってみてね、ね、自分なりにこう、授業で学び取ったことをこうノートにこう記入していくということも、まあ、結構面白いなと思ってね、それ自体はそんなに嫌じゃなかったの。なんかそれよりも、なんか先生にどうでもいいこと注意されたりとか、なんか腕まくりはするなとかね、なんかこう提出物はとか、なんか忘れ物なんかするんじゃねえとか、なんかね、先生になんか忘れ物なんかどうでもいいじゃねえかと僕は思ったんですけど、とかね、それからまあなんか他の人となんか協調性を持ってとかですね、そんななんかもう昔のね、明治時代の軍隊教育の名残なんじゃねえかみたいな、多分名残だと思うんですけど、とかね、まあそういういろいろ学校教育に思うことはあるんですが、まあともかく、
授業の内容についての、あの、勉強の基礎については、もうほんと昔から、ね、高校の時も僕なんか不良生徒みたいな感じで、ね、なんか一見、こいつはなんか真面目そうに見えるんだけど、実際にはもう学校の規則を破りまくりで、もうなんか先生の言うことも全然なんか、はいはいとかで聞きもしないし、もうめちゃくちゃ奴だみたいなの、学校の中でも僕評価されてたらしいんですけど、あの、一個だけ違う、あの、学校の中でね、評価間違ってた、あの、のはね、あの、なんか僕はなんか勉強もしてるふりしてるけど、実際には要領よくやってるだけで、みたいな僕のこと思ってる人もいたみたいですけど、勉強はやっぱね、面白いなと思ってやってたんですよね。で、その、まあ、学校の授業をね、受けるっていうのだけじゃなくて、それを日常の生活で僕生かすことができたらより楽しいなと思ってたんですけど、すごくね、一番僕の人生の中でね、いい思い出は、まあなんか例えばね、福井県、あ、ごめんなさい、三重県の尾鷲市はなんかこう雨がたくさん降りますとかね、松本市はあの盆地なので、なんかこう、ウォンズでは、あまり降水量は全般的に少ないですが、冬の気温は低いですね、とか、なんかそういうのいろいろありましたけど、で、その中で、瀬戸内海の工業地域、ここでは、瀬戸内海に、各国から持ってきたこう石油タンカーが到着して、そのタンカーがこう、受け取って、その場で原材料を、製品に加工して、またそこから船便を使って出荷することができる、ここが瀬戸内海工業地域ですよ、みたいなことをこう授業で教わって、ああ、そうか、と思って、こう、まあでもね、まあ、それ、こう、聞くだけでもいいんですけど、それから1年ちょっと経ってね、山陽新幹線には初めて乗ってですね、朝早い時間だったんですけども、徳山駅を通過するときにね、まあこれもう知ってる方が多いと思うんですけど、もう僕もね、まあ、あの辺なんてもう今や多分100回ぐらい通過したことあるんで、なんとも思わないですけど、初めて見たときに、もう工業地帯が目の前に、ずらーっと新幹線の目の前に、延々と、もうなんか地球上全部工業地帯なんじゃないかみたいなね、すごい広大な工業地帯が見えてですね、あ、これがもう日本地図の中でね、ここ、教科書にこう赤線とか引いたり、こう地図にこうやって、ここは瀬戸内海工業地域とか、あ、これが瀬戸内海工業地域ってやつかと思って、ね、見た時のあの感激とかね、すごく僕は嬉しかったですね。でもなんか同じように多分感激する人そう多くはなかったんだろうなって思って、そんなことを僕は勉強が好きだしですとか言っても気持ち悪いやつだとしか思われないだろうから、そういうことを中学校で自分から口にしたりはしませんでしたね。で、まあそういうね、ことあとはなんかまあ僕熱帯魚を飼うの好きだったんですけど、その熱帯魚を飼うにあたって、例えばなんか窒素をこう変換するとかですね、もともアンモニアをこういう風に化学物質を変換させるとか、水草はなんかこれはシダ植物でみたいな、結構学校で教わった知識とかね、そのままこう使うんですよ、いろいろ。だから学校で教わった知識をそのまま日常の生活で、学校の授業と直接関係ないところで目撃するっていうのが僕のまあ人生の大きな喜びの一つだし、まあ今も正直その延長にあるんですけど、それがね、まあ、僕はブラタモリもそれができる機会だったので、それ今考えると面白いと思って見てたんだろうなと思いますね。で、まあ、ブラタモリとかのね、番組の中で取り上げられていることって、なんていうんですか、まあ、マニアックと先ほど言いましたけど、マニアックなことですね、みたいな、風にして片付けられることが、まあ、多いのかなと思うんですが、ね、歴史のこととかね、まあ、僕の同年代で、なんか徳川家康がどうこうとかね、なんか楠木正成は昔、後醍醐天皇をこう守るために港川でこう戦いましたみたいな話とか、そんな、誰もそんな知らないですよ、はっきり言って。多分、僕の友達10人集めて、そんな話ができる人は、ほんとごくわずか。茨城くんが動画に出て、彼はね、結構そういうことわかると思うんですけど、まあ、そのぐらいじゃないかな。うん。だから、まあ、10人に1人ぐらいしかね、そんなことわかる人いないと、もう超マイナー趣味です。しかも、僕の友達の、僕が友達になる人間って、やっぱね、なんていうんですか、そういうのにそもそも関心があるような感じの人ばっかりが僕の友達ですから、その中のちょっとしかいない、もう世の中にもう、ほとんどね、関心がある人なんかいないし、なんかお城とかを見ても、あれがなんかそう、国だかね、32万石ですか、32万石の鳥取城かとか、なんかね、そんな思い人も、あ、ここが白川の清きに魚を結びかねての白川の小峰城ですね、とか、まあね、思わないですね、皆さん。お城とか、まあ、このチャンネル見てる人は思うと思うんですけど、お城とかを見て、ああ、お城があるぐらいじゃないですか。でいちいちね、そのなんか学校の勉強の内容をこう、これ思い出したりとかしないんですが、まあ、ただ、僕、昔の時代のね、文化とかを見てると、結構昔のその人たちって、今よりもその歴史とか、その地理とかね、そういうことについて楽しみを見出してる、ここにこういう峠があって、人々の交通を阻んでいるとか、そういうことも昔の人は結構、頭の中に入っていたようです。スーツ旅行チャンネルで今喋ってるような、いろいろな紹介してる諸々の内容も、まあ結構、
あの昔の人たちはあの知ってたらしい、まあ、つまりちょっと何が言いたいかっていうと話こんがらがってしまったんですけど、あの昔の時代は今みたいに娯楽がなかったじゃないですか、まあ、ディズニーランドもないし YouTube もないし、なんですか、まあ、あの SNS もなければテレビ放送もなかったわけですよね、昭和20年代頃までは。で、まあ、あるものといえばなんか新聞とか本とか、まあ、漫画雑誌はあったかもしれませんけどね。でも漫画雑誌だってお金払わなきゃあの読んだりすることはできないわけで、でそうすると結局多くの人が触れる手軽な娯楽って何なのかって言ったら学校の勉強なんじゃないかなと思うんですよね。で、だからね、その今僕らの若い世代の人たちで歴史とか地理とかに興味ある人ってあんまりいないんですけど、上の世代の人たちはやっぱその今より娯楽の少ない時代に住んでたからだと僕は思ってるんですけど、あの結構その僕が今言ってるようなこととかに興味持ってくれる人が多いような気がしますね。なんかその中学生とかの頃に娯楽がなかったってなると、まああとはね、時代劇をじゃあ例えばなんかあの学校の勉強をいろいろこう聞いて、それでじゃあ時代劇をこう見てみましょうみたいになったりとか、で、あのブラタモリを見ても面白いなとかなったりするのかなと思いまして、で、まあ、なんですか。だからもう僕が言いたいのは、そのブラタモリみたいなのは、あの、今でこそマニアックな人の楽しみ方みたいになってはいますが、まあ、古来は、あの、それが本道だったんじゃないかなと思う。だから僕みたいな、その学校の勉強は楽しいですね、みたいな、ちょっと頭おかしい感じの人が、昔はむしろ、あの、普通だったんじゃないのかなと思ってまして、で、まあ、だからこそね、昔の人たちはそれを、楽しいと思えてたんだから、まあ、僕の時代になるともう同級生の人たち別に歴史の授業とかね、あの興味持って、わあ、そうなんだ、面白いと思ってる人が全然いなかったですけど、あの、でも昔の人たちが楽しめてたんだから、今の時代の人たちもそれを分かるように面白さをあの選んで伝えれば、まあ、あの動画でね、お金にならないってこともないだろうと思って、まあ、そういういろいろな考えでね、あの、やってるんですけれども、まあ、ということで、その、つまり、なんていうんですか、その、ブラタモリとかそういう、あの教養系番組みたいなあの高尚な雰囲気になっちゃうかもしれませんが、あのまあ、うん、自分がにあの身についたその知識とか教養を使って自分で楽しんでいくっていう文化をこうやってあの僕もね、まあ、今後伝えていけるようになればいいかなと思いますね。まあ、正直ね、ブラタモリとかもものすごくちゃんとしてて、もう専門家も呼んでるし、多分あの間違いとかがないように交渉とかもすごいちゃんとやってると思うんですよ。でそれに対し、まあ、比較するまでもないですけど、我がスーツ旅行チャンネルはどうかというと、まあ、はっきり言ってね、紹介してる内容、まあこれ多分こうなのかなみたいなね、言い方とかするようにしてますけど、あのはっきりしたあの調査とかしてないしね、これってこうなんじゃないですかねみたいなことで裏取りもしないし、そんなことをばっかりやってる許されないだろうみたいな批判とかも多分いろんなところに僕が知らないだけであると思うんですよ。こんなこう適当なことばっかり言いやがってみたいな、そういうようなね、大体批判されるもんですから、まあでもまあ、楽しむことが一番だなと思います。まあ、楽しむように、あの、僕が、こう、あちこちに、こう、動画をね、あの、時代、あの、なんですか、歴史の、これが本当に、こう、正しいのかとかね、この、ここにあるのは多分こうだと思うんですよねって言ってるのが、本当にそうなのかどうか、わかるまで調査するのがものすごく手間かかりますね。それもお金も莫大にかかるんで、それだったら動画、こう、どんどん撮って、あの、いろんな、あ、これ多分こうなんじゃないかなぐらいの、あの雑ブラタモリみたいな感じで動画作った方が儲けは出るなと思いまして、それでね、僕すごい雑に動画作ってるんですけども、まあ、あのそんな感じでね、今後、まあ、やっていけるのかなというあの自信をつけさせて、もらったので、大変良かったと思っておりますね。はい。まあ大体それぐらいかな、いうこととしては。まあだから、あのあれなんですよ、ブラタモリとか見ていただいてると普通に入れないところとかもやってますけど、特別なね、ところ許可もらって、なんか、クロヨンダムを紹介しますとか、いろいろやってますけど、別にあの、街中の普通の道とかを紹介したりもしてるわけじゃないですか。で、昔の地図なんてね、国土地理院のあの、やつとか、まあ、いろいろ根弱マップさんとかね、ありますし、そういうので、あの、見て、歴史に触れるっていうことも、全然別にお金かからないですしね。まあ、なんか僕、そう思うんですけど、なんか僕の動画、あの、そうお金かかる動画をね、いっぱい撮影してるんで、なんかスーツさんお金持ち向け動画、あ、お金持ちっていうか、そのお金をこう、なんかこう、扱うの好きなのかなみたいな人いると思うんですけど、まあ実際はね、あの、世の中の楽しみっていうのは、あの、よく動画で僕も言ってるんですけど、ブラタモリみたいなのを見てればわかるんですけど、あの、基礎教養みたいなのがあって、その教養を使うっていう楽しみ方が、一番、まあ、教養じゃなくてもいいんですけど、自分で楽しむってことですね。誰かに楽しませてもらうんじゃなくて、自分で楽しむっていうようなことをやると、あの、人生の深みも出るし、お金もかからなくて、すごく生きやすくなるんじゃないかなって思いますね。まあ、僕も動画で、なるべくね、スーツ旅行チャンネル、トータルで言えばそれを伝えようかなと思ってね、考えてやってます。つまり、あの、自分で物事を楽しむと、
まあ、あの、人生行きやすいですよ。あの、ディズニーランドに行くとかもいいんですけど、ね、高いじゃないですか。一回入るためにね、1万円とか払わなきゃいけない。あれは、まあ、あの、人に楽しませてもらうからこそ、1万円払わなきゃいけないんであって、別にあの、住宅街の道の、なんでこの道が折れ曲がってるのかとかをね、考えて、あの、昔の地図をネットで見るとか、ただなんで、そういう風なね、ことをやって、自分が楽しめる人間に成長していった方が、いいですよね。多分この動画見てる方もみんなそういう方がすでに多いと思うんですけど、あの、っていう風なことを、考えてやってます。ただね、あの、自分で楽しめる人たちばっかりじゃないんで、世の中自分で楽しめない人の方が多いと思いますし、それはしょうがないことだと思う。忙しいですからね。楽しむために自分の、あの、時間とか体力とかを使えないっていう人も多いと思うので、まあそういう人たちもいらっしゃると思うんで、まあスーツチャンネルをね、知ってもらうという意味でも、あの、お金をかけてなんかこう100万円のホテル泊まってみましたみたいな、まあやろうと思うんですけど、まああの、そんな感じでね、ブラタモリ的な、あの、まあ楽しみ方、あの、楽しむということだけですけどね、本当にその正しい歴史を伝えるとか、そういうことは正しい成り立ちを伝えるとか、僕はもうそういうところは捨ててるんですけど、ちゃんと一応見てますけど、あの、まあ、学術的な価値は僕の動画にはないと思いますが、人生の楽しみ方という上でね、まあ、参考にしていただければいいかなというふうに、偉そうなんですけれども、思ったところでございます。じゃあ、その、ちょっとなんかいきなりここでスマートフォン見てるんです。ちょっとこれからね、打ち合わせしなきゃいけなくて、あとね、1分以内に、出席すれば、打ち合わせには、遅刻にはなりませんので、このままここからやらせていただきたいと思います。じゃあ、すいません。どうもありがとうございました。あの、ブラタモリもすごい面白かったですね。また多分、ちょっとやるんじゃないですか。タモリさんもね、80歳で今あんだけ動かれてるってことは、やっぱりそれだけ、お元気だと思いますんで、今後もまだまだね、そういう動画が出るんじゃないかなと。動画じゃないや、あの、番組ですね、出るんじゃないかなと楽しみにしております。ちょ、今ここで、ね、もうズーム開いてるんですよ。お前そこまでやってんのかって感じですけど、ミーティングパスコードね、これいいのか、あ、違った、よし、できました。あ、ちょっとこれミーティング始まっちゃうんで切ります。ありがとうございました。さて、まだ気が早いですが、2024年3月に北陸新幹線は敦賀まで開業します。東京から福井まで乗り換えなしで行けるようになります。ご予約はぜひ JR 東日本ビューダイナミックレールパックをお使いください。まあそれで行くと多分安くなると思います。値段はまだ未発表ですけれども、楽しみにしておきましょう。